ファントム3をスタッフが持って手放すところです。このような方法でいつもファントムを飛行させています。冬景色に入ろうとしている河原で飛行撮影です。この付近の木々は葉を落とし冬支度です。こんな景色をファントムで撮りたいなと思い続けてきました。そんな願いが叶った飛行撮影です。歩いている人の姿は見られません。左に畑、右に河原があります。川の流れはきれいに澄んでいます。のどかな風景が見られます。